はい、2日目です。時刻は8時、時計台はまだオープンしていませんが、外観だけはとりあえず押さえておきたいということでやってきました。こうやって8時に8回鐘の音が鳴るんですよね。がっかりスポットなんか言われてますけれども、いや、いいと思いますよ。で、ちょっとした穴場があって、向かいのビルから時計台を撮影できるスポットもあります。8時30分、特急ライラック旭川駅に乗り込みます。まずは富良野を目指そうと思っております。今日一日旭川富良野回れるんでしょうか。ひたすら移動という感じなので、北海道の車窓から的な感じでお届けできればなと思っております。着いたのは滝川駅、ここで乗り換えです。グリーン席は1号車の一部です。で、やってきたのはワンマン各駅停車、ザ・ローカル線といった感じで風情があります。すでに1時間半経っております。午前中なくなりそうですよね。途中を通る様々な駅、こちらはかつて炭鉱で栄えた芦別という町ですね。いよいよ富良野に到着です。いやー、長かったですね。移動してるだけでございました。おはようございます。時刻は10時48分。猫ちゃん駅長が出迎えてくれます。かわいいですね。そしてまず観光案内所によってどこへ行こうかということを相談しに行きましたが、6号、はい、なんとなんと、どっか一箇所しか行けないという結論になっちゃったので、じゃあ車ですね。まあ進んではそうですね。はい、25分ですね。中富良野駅にあるラベンダー畑を訪れることにしました。約20分、富良野駅からバスに乗って移動します。駅を降りてからも歩いて25分ぐらいかかるそうです。海外の方とかもよくこちらで自転車を借りてサイクリングするそうですが、私も例に漏れずサイクリング借りようと思ったのですが、さすがに時間的にちょっと厳しいなと思ったので原付を借りてファームに向かいました。はい、わかりました。で、10分ぐらい、11時34分、ファーム富田さんに到着しました。札幌を出発して3時間半もう経過しております。いやー、綺麗ですよね。で、なんといっても面積が広い。こういった花畑が合計12、3箇所あるそうですよ。観光のピークだったらここまでゆっくりできなかったんじゃないかなと思います。まあ、ある意味花畑を独占できるいいシーズンに来れたなと思いました。今は緑になっていますが、シーズン中この辺は全部ラベンダーでしょうね。手間かかってますよね。美しいレイアウト、全力で私たちを楽しませてくれるお花畑です。本当に過ごそうと思ったら1日余裕で過ごせる場所ですね。そして発見したのはラベンダーのソフトクリーム。いい色してますよね。見た目通りラベンダーのいい匂いがして、清涼感そして甘さが混じったとっても美味しいソフトクリームでした。
で、広すぎるためまだ半分ぐらいしか回ってません。はい、原付までラベンダーカラー、スタッフさんのユニフォームまでラベンダーカラー、写真館もあります。四季折々の風景保管できるんじゃないでしょうか。そしてやってきたのはお土産屋さん。お土産の定番といえば石鹸や香水。私も小さい頃こちらで石鹸を買って帰ったことがあるんですけど、学校から帰ってきて手を洗うのが楽しみで仕方なかった思い出があります。ラボなんかも見学できます。最後は中富良野の街を一望できるスポットから景色を堪能して富田ファームさんとお別れしようと思います。時刻は12時17分。はい、中富良野周辺には結構ラベンダー畑他にもあるんですよね。 JR の近くに長園のラベンダー園があったので寄らせていただきました。はい、こうやってリフトもあってですね、上に登ってけるんじゃないでしょうか。こちらも時期を外れていたので紫色は見ることできませんでしたが、あの刈り込んでいる一角がすべてラベンダーに染まるんでしょうね。山肌には中富良野の文字が輝いています。こじんまりした駅ですが綺麗に整備されていました。まさにローカル線といった感じ。あと10分少々、ホットシェフのカツ丼食います。残念ながら富良野グルメを堪能する時間はありませんでした。こっから旭川までなんと48キロ。旭川の途中に美瑛という町があるので、そこでまたいろいろ観光地回れたかもしれないですが、今回は JR で行かせていただきます。やっぱり理想は富良野でレンタカーじゃないかなと思います。途中の上富良野駅、電車でもやはり1時間ほどかかりました。あの田舎の風景から一転来ました。かなり近代的な街並みになってきてますよね。北海道第二の都市旭川に到着です。札幌に負けないぐらいの都会感のある町。 JR を降りたところに見えるのは旭山動物園のパネル。これから向かうのももちろん旭山動物園。さあ時刻は2時35分。そんな感じで2日目の富良野編終了しました。北海道の距離感を舐めてました。そしてさらに富良野の距離感を舐めてました。ラベンダー畑1個しか行けませんでしたが、それでも相当大満足です。3時間ぐらいで富良野を後にしたわけですが、次回からは大都市旭川、ガンガン旭山動物園攻めていきましたので、この辺りもぜひ参考に見ていただければなと思います。というわけで今回はどうもありがとうございました。